はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆきです。さて、今日から1週間ガールズデー1週間と題しまして、女の子に関する動画を1週間毎日上げていきたいと思います。で、今日は、まずガールズデーっていうのは何なのかっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。で、ガールズデーっていうのは国連で毎年10月11日を国際ガールズデーと、制定して、女の子について考えようみたいな日になってます。で、このガールズデーっていうのは結構差別されたりとか、また危険な面とかに遭ってる女の子が潜在能力を生かして、社会で活躍するっていう場の第一歩になっています。で、皆さんに簡単なアクションを一つご紹介したいと思うんですけど、ガールズフォープレジデント、羽ばたけ世界の女の子っていう、アクションがあるんですけども、それはですね、翼をモチーフにした写真を撮っていただいて、ハッシュタグガールズフォープレジデント、そしてもう一つハッシュタグ JP をつけていただいて、Twitter、Instagram、そして Facebook なんかに投稿していただければ、もうアクション参加完了です。で、このアクションっていうのは、啓発のアクションになります。私の動画を見てくれている方は、女性が多いので、こういう問題にもしかしたら関心のある方がいらっしゃると思うので、そういう方はですね、こういう運動があるんだよっていう意味も込めて、他の人たちにお知らせする意味も込めまして、ぜひアップロードしていただければなと思います。私もこの1週間の間どこかでやりたいと思ってますので、私のツイッターもチェックしていただければなと思います。で、アクションですね、翼のモチーフの画像が配布されてますので、それを使ってもいいですし、あとなんかその自分で翼を作ってなんか背中にこうつけてやるのとかでもいいですし、あとね、可愛いなって思ったのがワンちゃんとか猫ちゃん、ペットにその配布されてる翼の画像をピッてつけてやってるのがすごく可愛いなって私的には思ったりとか、あとなんかテディベアとかさ、なんかクマ系の可愛いやつあるじゃん、わかる？それになんか羽つけても可愛いかなとか思ったりとかしてるので、皆さんよろしければやってみてください。で、そのアクションのリンク下に貼っとくので、いろいろ画像がブワーって多分アクションやってる方々の出てくると思います。それも参考にしてみてください。ガールズデーっていうのは結構私もですね、サークル入るまでは全然知らなかったんですけども、去年の、10月ぐらいかなに私の女性季節の動画があると思うんですけども、そちらで女の子の関係をやったっていうことで、今年はガールズデー週間というものを作ってみました。こういう機会に皆さんにこういう問題があるんだよっていうのを知っていただければなと私は思っているので、もし何か思ったことがあれば下にコメントを残しててください。そしてこの動画がいいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、ゆきでした。皆さん良い一日をお過ごしください。バグっていい。バイバイ。